ありかなしかっていう話なんだよね。ありかなしか。いや、それはないでしょう。それはありでしょうっていう。つまりストップ GO の話ね。で、これよ。これ。これちょっとたまたま個別に今村くんと小石さんには聞かなかったけど、これね、無料サンプルなんよ。高井、はい、無料サンプルね。はい、これまあ未開封のもんね。はい、まあ取り寄せるとするやない、ね。これをネットに出す。ありかなしか。実際出してあるとこありますよ。あなたやったらどうする、あなたならどうするって疑ったけどね。いやいやいや、ありかなしかっち。二人でも答えたよ。で、私が言ったのに、今村君は首をかしげたっちゃけど、いや、だけ要はありかなしなの。で、これ意思の疎通をしとこうと思ったけん、わざと言っちゃけど、結構大事な話なんよ。うん。言うたけん、答えたの。で、その理由も。いやいや、間違ってもいいというか、私と意見が一緒じゃなくてもいいけど、自分で考えて自分で意見言うときだ。意味分かった？今いいよ、今、はい、うん、さ、ありかなしか。完全未開封っていうのが証明できるのが分かればありだと思います、うん、お客さんにとって、うん、それが証明できないのは口にするものなので、こしさん、未開封であればありってよ。これでも、これ完全にその未開封っていうのが分かればですね。うん、てかその大元が大事と思った。これ、無料サンプルよ。無料サンプルよ。うん、で、いや、だけここら辺線引き難しいわけよ。ね、でね、みんな今村君は私が言った答えに首かしげたけど、今村君はどう思ったかという意見聞いてられちゃうけどね、みんな三者三様の意見があるった、うん、これ今村君の意見も聞いてみようかね。これちょっと意思の疎通を大事しとかないか。これ結構難しい部分だと思うんですよ、うん、それともう一つ、じゃあね、ちょっとこれと別にさ、ね、泥棒だとね、泥棒さんね、この人は貴金属とかなんかを盗んで入れてたとね、だからこの人が来たら通報してくださいということでね、まあ一遍捕まってほしいわけよ。でこれがね、窃盗ってもうびっくりするぐらい刑が軽くって、2ヶ月くらいですぐ出てきちゃうわけよ。9月にそういう話があったのに、もう11月に出てきてほしい、12月に出てきてほしいわけない。で、その時持ってきてほしい商品は盗んである商品ではないと。その人のお財布であろうもの。でも分からんよ。ね。さあ、その人と取引するかしないか。さあ、ありかなしか。さあ、どうする。まあ、じゃあ、例えばたまたま私が出張で、そういう人が来たと。つまりもう前のことは終わったんだとね、ま、前のそれでその要するに盗品を持ってきてるわけではないと、うん、さあその人と取引するかしないか、ありかなしか。結構質問がだんだん中級者レベルになってきたね。半年経ったけど悩むとこと思ったけど、さあどうする。自分で買ったっていう証明できるものがあれば、うん、レシートなり、でも中古の場合ないんですよ。そのあとだって、じゃあなんかリアンケート売りに来るときセレットよねって。確信がないば取引しません。なるほどね、うん、はい、うん、なるほど、はい、なかなか皆さんのいろんな意見がありかなしかがね、それぞれあると思うんですけど、今村君もあなたと同じ意見ぐらいのつもりと思うよ。だけど私が言ったこと言った時に今村君首かしげたもん。そうですかねって、うん、でこの件に関しては小石さんは私よりも厳しい答えを持っとうというか、これが正、これ結構小石さんが言ったのが正しい答えと思っとった私の中では、ね、うん、小石さんどうする、そのほら、はい、さっき言ったお財布の話、うん、ほらだけ
盗品っていうのはその貴金属だったと。それは多分その人のものであろうものを取引するかしないか、ありかなしか。その人のものです。うん、うん、私も逆にね、警察からね、この人泥棒って前科があるんですよ、泥棒って分かってるのなんで取引するんですかって言われたことあった。でもこの人じゃあそれで出てきたばっかりとかいうことは収入ないわけでしょって、その品物は盗んでないって分かっておけばそれをしてあげないと、あの質屋だって弱者救済の仕事じゃないですかって私言ったことがあるわけ、うん、ということでそこはあの各質屋さん判断なんですよ、うん、それでだけその人が盗んだわけじゃないっていうのが分かってあれば取引しとっていいと思います、うん、そういうことです。ただそれを積極的にするっていうのはもうどうなのかなっていう話だねっていうところね。星さん、これについてのちょっと新たな見解を述べて、これさっき言った見解、新たな意見、感覚、うん、深明、私に答えた通り。とりあえずなしですね。無料サンプルだからね。無料サンプルってことは使ってくださいって意味やね、うん、それね、違法点、もうやっぱりこれ品性の問題、うん、あの例えば自分が何か買っておまけのびっくりマンチョコシールとかって別よ。自分が何かをしようってそれのおまけやったらね、それを出すのと別よ。自分は買ったものやね、買ったもののおまけやね、とか何か自分がそれの会員とかなんかで着とってそれのおまけでカレンダーが届くとかで、そのカレンダーは自分は使わないなと思ってそれを売るとか、買ったものの何か付録やろ、これ無料サンプルよ坂井くん、これは売らんよ。私ね、店の名前で売るのはせんけど、まあ個人で新車分にはしょうがないんじゃないかなと思うけど、小石さん個人でもしませんって言って、うん、これ品性の問題です、うん、でさっきのするあのなんかね、お財布するかしないか、うん、ここもあのその人の今度はまあ人としての問題みたいな感じになってるけどね、うん、だけあのそれが盗品だという疑いがあるものをしちゃダメよ。だけどこれは盗品じゃないな、この人のものなんだ、だって自分うちで買ったような品物とかってだってあるわけやね、だから分かるやろ、 ここでうちで自分のところで2ヶ月前3ヶ月前僕が売ったなって、だこれ偽物じゃない、あのあれなんかこの人盗んでないなって商品って分かるやないね、だからそれを買い取りするなり引き預かりするなり、それはありでしょ。で警察がもしそんなこと言っちゃったとしたら、あのね、じゃあ前科がある件で全部取引しないとかそれは違うでしょうって逆に言い直ってもいいんじゃない。私に直るよって、昔はそれ言いよったら、それ言いよったらできないじゃないですかってねっていう感じかな、はい、でまあそれこそね、そういうのは私が出張しとんのやったら私に電話してくるべきやろうね、はい、でそれで取引しようと思ってるんですけどいいでしょうかって、自分の答えを持っとって自分の答えでいい間違ったかどうかないかどうかを私の確認に電話すると、はい、うん、そしたらこの確認とこの確認を取ったね、じゃあそれだったらいいよっていう話をすると思う、はい、うん、でな、やっぱその人と取引していい、したい方がいいなと思っとっちゃろうとか、なんとかとか、そうやねって、なあもうしとこうかとか、そういう話すると、だけど確認した方がいいと思います、そこは。うん、そうだけど、あなたたち2人はね、まあ、その辺は分からないかもしれないけどね、やっぱ無料サンプルはダメよ。うん、あの個人レベルでする分には構いません、私はもうそんなことそこまでは言いません。でもね、あの店の名前を出してするものじゃないと思います。うん、春町ではしません。無料サンプルやろ、ね、お試しやろ、うん、それってほんとその転売やよ、うん、って言ったら少し分かった、うん、付録じゃなかろうが、ね、っていうところで、うん、まあ、こんな話の時はそれぞれあの話しましょう、じゃないとあのありかなしかっていう話はあのほんといろいろあるんですよ、うん、あのある程度あの店先で決めないかんこともいっぱいあるけどね、うん、無料サンプルを自分で取り寄せ取って開封しとうかしてないかとかいう話じゃなくって、ダメ、アルバ地点では出品しますなしなしの意味分かった、これ納得できんときはいいという話ですよ、もちろんあの絶対今年の言う答えが正しいとは限らないですよね。安くて便利な春町。
北北豊か線春町駅より徒歩1分、春町質店。